さあブラスコビッチ、みんなが革命を起こしやすいように私たちは残ったナチスの司令官どもを片付けるわよ。エニグママシンとウォーマップを確認して、私は無線でサポートする。つまり地ならしをしておくってわけ。さあやっつけるわよ。司令官を一人残らず始末してやるの。革命は誰にも邪魔させない。ウォームアップを確認してターゲットを選んで。やることリストも残りわずか。気にしないで。これは終わりの始まりだと信じています。私たちにとってなのかナチスなのか分かりませんが、私はミシシッピでリポーターをやっていたんです。同僚は裏切ったか、言論の自由を奪われたか、殺されました。調子はどうです、タイ。たまに犬のコスモのことを思い出します。イタリアで飼ってた。あいつが懐かしい。家が懐かしい。生きてこんな日を迎えられるなんて思ってもいませんでした。すごいな。私はここでこうして生きてる。このボートはとにかく寒いですね。文句を言えないことは分かってます。死ぬよりはマシでしょ。失礼。いたな、テラビリー。そりゃそうだ。へへへ、いいね。さあナチスども覚悟しやがれ。アメリカはてめえらの血に飢えてる。革命が始まりましたね。これで父の農場を取り戻せるかもしれません。戦争で全て失いました。今私にあるのは妹の花枝だけです。マンゴー集めてたの？そう、インクレディブルタンクマンの作者に会ったことがあって、初版にサインしてもらったんだ。インクレディブル何？タンクマンだよ。うっそ、タンクマン知らないの？読んだことないわね。戦時中にアメイジングコミックスがナチスと戦うスーパーヒーローを生み出したんだ。インクレディブルタンクマンって言って、普通の兵士だったんだけど事故で戦車と一体になったんだ。腕の代わりに巨大な大砲を使ってナチスをボッコボッコにするんだよ。へえ、そう、それはねえ、すごいでしょ。そうね、うん、いいんじゃないかしら、趣味があるのは。でしょ。あなたは貝殻集めかしら。あ、そう。あ、タイ、俺も海外派兵組でした。こんな日は迎えられないと思ってた。前にナチスと戦うアメリカのスーパーヒーローのコミックを読んだことがあります。そのヒーローもタイでした。いつでも行けます。はい。やっぱり最初に会った時からあなたは絶対に革命をもたらすと思ってた。ミスター頼むよ、助けて。マンハッタンからずらかった時、機密データ入りの磁気テープが入ってた箱を残してきちまったんだ。他のレジスタンスたちの居場所や名簿なんかが入ってる。暗号化はしてあるけど、ナッツシェルターからの通信を盗み聞きした限りじゃあとちょっとで解読されちまう。あんたが連中の磁気テープリーダーを壊してくれればデータがパーになって全てが丸く収まるはずさ。詳細はウォームアップで見ておくれ。どうも、タイ。やったわね。あの腐れ妖馬がついに滅んだわ。どうも。革命が始まったの？いいわね。男前に映っていたよ。革命よ、前に進めだ。力を持って進め、正義を持って進め。
また射撃場でかましてみるか。アメリカで有名な作家なんだって聞いたわ。よければ作品読ませてくれない？おう、アンナ、本はペンシルバニアのデモで焼かれてしまった。子供の頃ポーランドにいてベルリンで本が燃やされたって話は聞いたことあるけど、ナチスは本を燃やす集会が好きで、多くのアメリカ人がその嘘を信じて同じ行動をとった。いつものことだ。ひどいわね。セットの新しいマシンについて冒険記を執筆中だ。シークレットアクションシミュレーター。軽く読めるものだ。へえ、それ読んでみるわ。どうも。こちらこそ。ああ、どうも。いつの日か、ミスター・ブラスコビッチ、あなたの伝記を書きたい。真実を世界に伝えるんだ。おい。どうも、大尉。革命の後、また本物の生活に戻るの？もう忘れちゃったよ。調子は？アーニャの返事を聞いてました。大尉の幸せ者。さあ、戦い続けるのよ、ミスター・ビリー。今まで以上に戦って攻撃の手を止めないわ。ああ、オースメルツァーを乗っ取るって聞きました。すごいですよ、大尉。どれだけ戦力が強化されることか。ビリー・ラテラ、少し頼み事があるんだ。私のいとこディミトリについて話したことはあったかな？子供の頃、彼は何度も私のことをいじめっ子たちから守ってくれてね。うせろ、お前の口の中にクソしてやるぞが口癖だったよ。ロシア人とのハーフなんだ。彼は今司令部でスパイをしてくれているんだが、その彼から司令部が禁制で再建されたとのメッセージが届いた。だがその後連絡が取れなくなってしまったんだ。きっとナチスに捕まって拷問にかけられているに違いない。格納庫で君の空飛ぶ円盤は見た。金銭に戻ってディミトリを助けてやってくれないか。作戦はウォームアップから立ててくれ。こんにちは。不法占拠なんかして刺激するから、あのナチスの大将は顔に斧をぶち込まれたのさ。何？始まったわ。これは世界の終わり？声は何も言ってない。おかしなことを囁いているだけ。かわいい猫、ザルちゃんだ。素敵。二人はもう日取りを決めたの？私の曽祖父は奴隷廃止論者だったの。南北戦争に命を捧げたわ。話を聞いてくれない、タイ。ちょっと嫌な情報を耳にしたの。いい？あなたがエリア52を核で吹っ飛ばす直前に
ナチスは古代シュメール文明の残した粘土板を鉄道でそこに輸送するつもりだった。なんで連中がそんなものに興味があるのかセットに聞いたら、シュメール文明は初期のダトイシュードの文字に影響を与えたからって言ってたわ。つまりナチスはその粘土板を使って研究していたダトイシュードの遺物を解読しようとしていたってわけ。それらの遺物の保管所はあなたが消し飛ばしたからセットは安心しているみたいだけど、私はそうは思わない。敵の手に情報が渡らないよう、できることは全てすべきよ。そこであなたに頼み事ってわけ。ナチスが別の軍事研究施設に輸送してしまう前に、地下鉄道網に行ってシュメールの粘土板を破壊してくれる？ミッションブリーフィングはウォームアップから見られるわ。調子はどう？テレビの生放送でのスピーチはお見事でした、ブラスコビッチさん。調子は？あのクソ野郎ども吹き飛ばしてやんなきゃ。テラビリー、テレビの演説には思わず涙したよ。あれはよかった。ああ、どうも。我々は皆移民と革命家の子孫であることを忘れてはならない。ルーズベルトの言葉です。Nächstes Mal in Deutsch. You do it in German next time. Hi. 何かついてるわよ。顎にね。ここですか？上。ここ。来た。トマトソースか何かよ。そう。もう忘れて。大将？照明が熱すぎるわ。ユダヤ人みたいに汗だくよ。おい、調整室、しばらく照明を落としてくれ。誰もあなたの話を聞いていないようね。狼。